好きな人に告白するって決めた。今日するって決めた。メールで。あのね、高瀬、こういうのチキンだって分かってるんだけど、直接言おうとするといつもテンパっちゃって素直になれないから、メールで言わせて。好きです。無理。噛んだからだ。やべ、にやける。こ、いやいやいや、相手女子だから。やばい、にやける。告白するにも流れが必要だよね。大した話じゃないんだけど、高瀬って意外とモテそうじゃん。でも彼女作らないじゃん。なんで？ホモなの？モテねえし、ホモじゃねえし、彼女欲しいし。来た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 。へえ、彼女欲しいんだ。私も彼氏欲しいっす。兄ちゃん、ゲームやっていい？サキちゃん、桃食べる？いらない。なんで神田は彼氏作らないの？好きなやつとかいないの？やっぱいる。返信来ねえ。俺変なこと聞いたかな。もう告白してもいいかな。でもやっぱりメールって今言わなくていつ言うの。でももし振られたらって、あー、もう、いえ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 。っていうか、この流れ、俺から告白していいのかな。いや、するにしてもメールって。私の好きな人はね、高瀬です。こんな伝え方で本当に悪いんだけど、高瀬が好きです。付き合ってください。振られてもいいから嫌われませんように。振られてもいいから嫌われませんように。言っていいのかな。でもメールってな。いや、ここは大丈夫な流れができてるけど。もう寝た？寝落ち？さっきの話だけど、俺本当は好きな人がいるんだ。僕は神田さんが好きです。彼女になってください。返信早くない？向こうも同時に何か送ったのかな。あれ、もう寝た？寝落ち？さっきの話だけど、俺好きな人がいるんだ。明日学校で教えるからさ、放課後ちょっと残ってよ。なんかたまにメールとかで告ろうとするやついるけど、ああいうの最低だよな。じゃあおやすみ。最低だよな。兄ちゃん寝るから電気消して。兄ちゃん？サキちゃん、桃のお皿返して。サキちゃん、寝たの？幼なじみの七瀬はいつも不機嫌な顔をしている。そういう顔なんだよ。よくやった加賀君、こんな可愛い新入部員を連れてくるなんて。いや別に。さすが次期部長。さあさあ、赤田をおもみしましょう。ちょ、笹原先輩。いいですよ。笹原先輩、私もともと星に興味があっただけで、カバに誘われたからじゃありません。あれ、そうなの？仲良さそうだからてっきり付き合って。違います。僕と七瀬は単に家が近いだけです。幼馴染っていうとすぐこれだ。僕は七瀬のこと何とも思ってませんから。私も何とも思ってません。それに加賀、他に好きな人がいるみたいですよ。え、そうなの？加賀くん、いませんよそんなの。そうかな、見てれば大体わかるけど。当ててあげようか。笹原、坂本先生が呼んでるって。あー、いいとこだったのに。後で続き聞かせてね。やっぱ笹原先輩なんだ。
加賀が星なんかに興味持つなんてありえないし、先輩目当てでしょ。だから違うって。大体七瀬には関係ないだろ。なんでそんなことばかり聞くんだよ。早く振られてほしいから。なんでだよ。僕なんかした？中学に入ってから私のこと無視するようになった。周りにからかわれるからってさ。だって七瀬も嫌だろ、変に仲いいとか思われたら。私と仲いいと思われたら嫌なんだ。あ、そりゃ嫌だよ。ああそうですか。私と噂されたら嫌ですか。なんだよ、こっちは七瀬のために気を使ったんだろ。何が七瀬のためよ。急に私のこと無視してさ。七瀬だって僕のこと嫌ってたじゃないか。先に嫌ったのは加賀の方だった。どっちでもいいだろ、お互い嫌いなんだから。嫌いだったら同じ学校なんか通わないよ。は？何言ってんのか分かんないんだけど。バカ加賀、まだ分かんないの？他のことは普通に話すのに私だけ無視してさ。そうじゃなくて。それでも他人には無関心だから誰にも興味なんか持たないって思ってたのに。ちょっと落ち着けよ。なんで笹原先輩なの？もう分かったよ、ごめん。僕が悪かった。七瀬の気持ち考えてなかったよ。ずっと僕のこと心配してくれてたんでしょ。そのつまり幼なじみだから。幼なじみだから何？何にも分かってないじゃん。え、だって本当にそれだけでこんなに加賀のこと。でも嫌いじゃないってさっき。大嫌いだよ。結局嫌いなのかよ。じゃあ天文部に入ったのも結局嫌がらせ。お待たせ。さあ加賀くんの好きな子が誰か。ごめん。好きな人に告白して付き合うようになった。でもそれからなんだかぎこちなくなった。悪い、カミネ、部活があるからまた今度な。友達でいた方が良かったのかな。うん、まだ付き合ったばっかだし、私からももっと積極的に。なんだカミネ、まだ帰ってなかったのか。ごめんね、私も用事で残ってたから。いや、俺も待たせて悪かった。私も部活の日は遅くまでいるから今度から一緒に。いや、遅くなっちゃ危ないだろう。大丈夫だよ、ゴーダ君だっているんだし。いや、俺バス停までだから。やっぱり付き合うの嫌だったのかな。気を使わせてるだけなのかな。ううん、ゴーダ君は優しいだけだよ。今までだってずっとそう。今避けられたのかな。避けられたよね。部活で汗かいてるのを気にしてるとか。そうかな、そうだよね。別に私を避けたんじゃ。カミネ、こういうのをもうやめないか。すまない、もっと前から言うべきだったのに。人と付き合うの初めてだし、こういうものなのかと。でも俺考えたんだ、このままじゃダメだ。だからもうカミネも楽になってくれ。すまない、こういう風に言うもんじゃないんだろうが。うん、言ってくれてありがとう。付き合ってくれてありがとう。ごめんなさい、ごめんなさい。すまん、泣かす気はなかったんだが。うん、また前みたいに戻れるかな。そうだな、でも全く一緒じゃ。そうだよね、私のせいでこんな。今度から手でも繋いでみるか。恋人なんだしな。どういう意味？お、すまん、まだ早かったか。違くて、今別れようって。別れる？そんなことは言ってない。お互い意識して固くなるのはやめて、もう少し楽になろうって。もしかして意識してたの俺だけか。すまん、勘違いして。いや、なんだ、付き合ったからって急に彼氏のように振る舞うのもおかしいと思ってな。それでなるべく普段と同じようにしてたつもりなんだが、それもそっけないだろ。だから一応
帰りの心配とかもしてたんだが余計だったか。じゃあさっき私が近づいた時なんで避けたの？それは部活で汗かいてたから。いや本当は照れるからだ。私ほんとバカ、ほんとバカ。ごめん、私何も見てないから。違います、今のは七瀬が。最悪だ、ほんと最悪だ。ユウキ、ちょっと七瀬さん家にリンゴ持ってってよ。やだよ、母さん自分で行きなよ。何嫌がってんのよ、カオルちゃんと喧嘩したの？そうじゃないけど、なんか僕嫌われてるし。はぁ、カオルちゃんあんたのこと好きでしょ？あ、これまだ秘密だった？ごめん、なしなし、忘れて。次回、俺たちに女はいらない。